USJ USJ。 おはようございます。 USJ です。今日も新しい朝来ました。今日のハワイは雨上がったんです。一応ね、風がすごい強風、夜中中ずっと雨降ってました。夜中は起きてカップラーメン食べました。そして枠さんのライブを見ました。盛り上がってるよね、枠さん。さすが、さすがです。今日はね、夜中カップラーメン食べたこともあるのかな、シンプルに食べたいと思いまして。あ、揺れる。秘密基地が揺れます。ちょっと方向を変えよう。こんな感じにしよう。ほら、風すごい。プレーンクリームチーズトースト塗ってくれました。一応蜂蜜も持ってきてあります。それでは早速いただきます。うまい。こんがり焼いたトーストとコーヒー、美味しい。今日の天気予報は現在でしょ、曇りのち雨が8時、9時、10時、11時、12時、午後1時、2時から 40%、3時 40%、4時 40%。40% ね。午後から 40% になりますけど、あとは曇りです。週間予報は明日からずっと雨。1、2、3、4、5。明日から5日間ずっと雨のマークになってますね。被害のあった人たちは大変だよね、これ。うまい。ナイアがやってきました。いいなよ。ちゃんと閉めておきます。でもちゃんと閉めてもね、最近出ていくようになっちゃったよ。ナイア覚えた。犬は賢いよな。失礼して。はい、どうぞ。おいちいな、おいちいな。はい、どうぞ。おいしい。昨日ね、じゃなくてこの 夜中ワクライブやってました。僕はね、2時半ぐらいに起きちゃったのかな。まあだいたいトイレで起きるんだけど、起きた瞬間にお腹空いたなぁ、なんキッチンのカウンターの上にカップラーメンがありましたので、食べたくなって食べました。札幌ラーメン塩のカップラーメン、美味しいね。あれ野菜がいっぱい入ってんだよね。今日は蜂蜜なしでいっちゃおうかな。おいしい。シンプルもおいしいわ。
僕はこのパンが気に入ってるけど、パン選びも結構あーだこうだ楽しいよね。自分に合うパンをっていうか、自分に合うパンプラスクリームチーズとの相性が合うパン見つかると嬉しいよね。そういうのも楽しいと思います。あっという間に最後の一口です。最後の最後の一口です。まだだよ。最後の最後の一口です。はい、と思ったらまだまだ来ます。はい、はい、終わり。もうないよ。終わりだよ。終わりです。アイスコーヒー。あー、うめえ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 です。あ、ライブ、マクさんライブで、あ、ヤギがいるんですねなんて言うけど、ここの山にもヤギいっぱいいます。べー、いつも泣いてる。こう狩り行く人もいるけど、ヤギの肉はね癖があるらしいね。まあ、野生のヤギだからね、人間にヤギから寄ってくることはないので、いるよーっつっても、あの、見れるわけじゃないですけどね、クジャクみたいに。クジャクはいっぱいいるし、そんな人間怖がらないので、見ることができます。ターキーもいます、七面鳥。でも、まあ、ターキーも人間には寄ってきません。早速、変態親父になりたいと思いまーす。うわー、すげえ。すげえ風。屋根とかすっ飛んじゃう家とかあるんじゃないかな、この風。アナフィラキシーの説明をしようかなと思って、僕持ってるんですね。今度、クラゲに刺さったらちょっとやばいよなんて言われてんだけど。なので、イピペンっていうの持ってます。2本あって。震えてきてやばいと思ったら太ももに打て。2本あるのでね、1本打ってダメだったら2本とも打てという先生からの命令があります。前回そのクラゲにやられた時も海の中でやられて、海から上がってくる時にちょうどね、ここにねクラゲみたいなのがあったの。サーフィンしてたからね、その時サーフィンして戻ってくる時に手に当たってビビビってきたの。電気みたいなのが走って、あ、クラゲやられちゃったなと思って、上がってシャワー浴びて着替える頃になったら、だん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 なんかおかしくなってきて、震えが来てやばいなんて、そっからまあああだこうだって ER に行ったんだけど、だからそのクラゲに触れてから症状がちょっとやばいなってなるまでに、徐々にだけど30分ぐらい時間が余裕があったかな。とにかく僕一人でサーフィンしてるからね、あ、やばいやばいやばいっつって、そっからそのままサーフィンし終わってからそのまますぐ職場に行くっていう予定だったので、職場まで20分ぐらいあったからね。そこからとにかく職場に行こうと思って、人がいっぱいいるから、まあ何かあったら人がいた方がいいかなみたいな。で、職場行ったらどん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 おかしくなってきて、そこの大きな職場だからね、そこの医務室みたいなところがあるので、そこで寝さ、ちょっとやばいやばいって寝させてもらって、で、そこから ER にね運転してもらって、僕連れてってもらった。もうその時は僕も運転できない状態になってたかな。で、あれね、納豆もアナフィラキシーのあの、そのアレルギーのやつ、毒みたいのがあるらしいんだけど、納豆を食べるぐらいでは全然問題ないと思います。このアナフィラキシーっていうあのアレルギーはね、
あの人が僕に説明してくれた例えでは、コップあるでしょ、アナフェラキシーのアレルギーが体の中にどん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 溜まってくるので、僕のあのまあクラゲとかはね結構毒性が強いらしいからね、ボンボンボンって溜まって体からは抜けないらしいです。それが溜まってきていっぱいになると溢れ出すんだって。そうするとそういう状態が起きる。なので今収まったけどまだここの状態らしいです。なので次また同じ毒性のものをバッてやっちゃうとすぐ溢れちゃうし、その納豆とかもあの毒性はあんまりないんだけど、僕の場合はもういっぱいになってるので他の人よりも出やすいという、だからこう湿疹みたいなのができたりとかちょっと痒くなったりとか、うん、でもそういうのはあのアレルギーのこの薬飲めばすぐ治ります。ただまたねあの毒性の強いクラゲとかに触っちゃったらまた同じ症状かもっと悪くなるかもしれないよって言われてるので、注射器を持ってる、そんな感じです。なのでね、昔は上半身裸とかで海に入ってたけど、最近はこの長袖の何かを必ず着るようにしてます、うん、あとは昔はサーフィンしてたからスタンドアップパドルボードよりも水が体につく、状態が多いんだけど、今ねスタンドアップパドルボードやってるので、まあ、水の中に入るときはこけるときぐらいなのでね、確率的には少なくなっていると思います。そしてもう一つ、じゃーん、これ紹介します。ワクさんライブの中でねこれの話が出てきた。それでワクさんはこれのこと知らなかったらしいのでお見せします。これスパム結びの型を作るやつ、こんなになってて、これね僕はドンキーで買ったのかな、でもターゲットでも見たことあるし、ロングスドラッグでも見たことあるし、ウォールマートでも見たことあります。内側はご飯がつかないようにこういうザラザラの加工がしてあります。こうやっておいて、まあまな板の上とかにこうやっておいてご飯詰めてプレスします。ピュッてやったら、これを持ち上げてもいいね、これを。で、これをパッて取りましたら、ご飯だけになってるので、そこにスパムを乗せて海苔を巻く。便利ですよ。うちはこれよく、スパム結び使うときはこれを使います。この大きさがちょうどスパムの大きさになってるの。だから、スパムにぴったりのご飯の形を作ることができる。便利便利便利だし安いし、 OK 分かった、これ終わったら行くわ、これ終わったら行くよ、うん、あとね今見つからなかったんだけどスパムを切るスライサーっていうのもあります。あの卵をゆで卵のスライサーあるでしょ、あれのスパムの形になってるやつがある。なのでスパムを缶から取り出したらそこに乗せてギュンってやるとスパムが何枚かにこうやって切れるっていうやつ、それもちょっと見つけたら紹介するけど、もう家にはないのかもしれない。でもそんな便利ものもありますので、ハワイ好きな人、スパム結び好きな人はそういうのも楽しいかもしれないです。コメント読みます。 USJ 劇場のコメントです。ケニー J さん、カープルカラオケ皆さんに共有できて嬉しいですね。 UJ さん、空耳アワー春の新作が放映されました、機会があればチェックして。もちろんです、ありがとうございます。情報早速見ます。今日面白いのあったかな。アケさん、 USJ さん、アロファ。今日は神奈川もお昼過ぎから大雨警報が出ました。雨と雷がすごかったです。キッチンにいたのですが雷の音が大きすぎて怖かったです。15時頃はまだ雨が
ひどく降ってましたが、夕方には小降りになり、一安心。ほ、お買い物の帰り道に大きな虹がはっきりくっきりするも、ダブルレインボー、こんなに美しい虹を見たのは日本では初めてかもしれないです。ハワイが懐かしい。早く行きたい。ハワイの虹が見たいよ。UJ さんのチャンネルが他の YouTuber さんから紹介されて嬉しいです。たくさんの人に見てほしいと思ってます。登録者が増えて、100の質問やりましょう。そうですね。本当に頑張って、頑張って、自慢できるような YouTube のチャンネルにしたいと思ってます。今日もね、ここはでっかい虹ができてきた、できてた。トントンさん。サイゼリアの親父嫌なやつですね。でも UJ さんがその経験にもありがとうって言ってるのを聞いてすごいなぁと思いました。 TT さんもそんな風に思える時は来るのかな。あー、まあどうだろう。僕の場合は、僕今がね、幸せな生活を送ってるでしょ。幸せな人生だなーって思うように慣れたので、ハワイに移り住んでから本当に、ああこれが求めてた人生かもしれないな、そんな日々を送っているので、それにはこういう嫌なことも必要だったのかなーなんて。人生ってこういう歯車みたいな、だからさ、その一つが違っちゃっただけでも今の人生遅れてないかもしれないし、今のこの人生があるのは全てそういうのが全て必要だったのかなーなんて僕は思いますね。なので、全てのことに感謝しています。嫌だったこともね、僕には必要だったのかなーなんてね、そんな風に考えてます。ハワイコーさん、エンジェル444見ました。3ヶ月前にはコメントできてたみたいなのに残念ですね。あ、そうなんですか。いや、3ヶ月前から知ってたのかな、それともそういうの、なんかわかるのかな。はい。続けて、ハワイコーさん。UJ さん、おはようございます。ナイヤちゃんの爪を切るの大変なんですね。すっきりしたナイヤちゃんの爪見てみたいです。スープすすれないね。外国の人。外国って、まあ、ここでは僕の方が外国人なんだけどね。日本人には想像できないですね。すすらないと美味しくならないように思ってしまいます。もうそういう風にね、ちっちゃい時からね、育ってるのでね、もう日本人からしたらもう、そうなんだけど、読んでくださったコメントの日は、カープルカラオケに紹介してくださった日で、3個もコメントしてしまった日です。コメント上から読まれるので、時間が逆さまごめんなさい。もう時間さまさ、いや、僕がごめんなさいかもしれないです。エンジェル444も後で見てみます。今日も皆さんのコメントと一緒に楽しみました。ありがとうございます。僕ね、こうやって開くと、下にから行ってじゃなくて、もうそのまま上からこう読んでくるので、でもこういうことがあるのはハワイコーさんだけかもしれない。ハワイコーさんいっぱいね、これコメントしてくれるので、順序が逆になっちゃうのね。新しい方から読む感じになってしまうので、すいません。でもこれでいいんだったらもうこれ、これが簡単かな。小松原京子さん、USJ さん、おはようございます。今日は朝ごはん食べたので、小倉チーズトースト食べられないと言ってましたが、朝ごはんどんなものを食べるのですか？朝はチーズトーストしか食べないのかと思っていたので聞いてみたくなりました。サーファーの話で思い出しました。私も学生時代授業が終わって、友達何人かで六本木ディスコに行きました。門限があったので文化祭の用意で遅くなったと親に嘘ついて、夜7時に家帰りました。懐かしい。今日はいろいろな話聞けて面白かったです。また明日楽しみにしてます。ありがとうございます。ねえ、みんなこういうところ通るんだよね。親に嘘ついて、でも自分の親たちもそういうことしてたかもしれないし、なんかそうやって大人になっていくよね。あ、雨降ってきた。雨が降ってきちゃった。あ、そうそうそう、朝ごはん。普段は本当にクリームチーズとしか食べないです。この時間、奥さんいつも寝てるので、奥さんはね、夜中までね、結構起きてる派なんですね。僕はもう、
大体12時前には寝てしまうので、僕が一人で朝起きてごそごそチーズトーストを作って食べるんだけど、あの日は奥様も僕と同じぐらいに起きて、お腹空いたわみたいな感じで、何か食べしようかしら、昨日のなんかキムチの炊き込みご飯っていうのを YouTube で見て作ってみたんだって言ったのに、豚肉とかも入れてキムチ入れて、で炊き込みご飯なの、それのおにぎりが作ってあったので2人でそれを食べました。まず朝起きて、うん、大きいの1個食べて、でおにぎり1個だからね、別にクリームチーズぐらい大丈夫だなと思ったら結構大きかったんだね、お腹に溜まってて。そんな感じで、奥様とね一緒に食べれるんだったら僕はそっちを優先したいなと思ってるので、奥様と食べてという感じです。ただ通常は僕一人でこのトーストを食べています。TF さん、アロハでございます。ワンちゃんの爪切り仰向けにして切るとおとなしく切らせてくれます。うちの犬も爪切りが大嫌いで二人がかりでしたが、今は一人でできています。一度お試しください。秘密基地はご自宅の庭にあるんですか？奥様は変態やっているの知っているのですか？いろいろ想像したらちょっと笑ってしまいました。爪切りは、うちの納屋は仰向けにしても全然同じです。暴れまくりますので。この子に関してはちょっと無理かな。秘密口はラナイです。ラナイっていうのはベランダ、家のベランダでに貼ってますので、そこでだからもうここのこれ開けるともう自分の家なんです。ここはベランダです。でこっちが、外です。変態やってるの知ってるかな、あんまり聞いてないんですね僕ね。そこら辺はもう YouTube に関してはもう自由にやってくださいみたいな感じで、ただメガネを多用してるのは知ってるから、まあ知ってるかもしれない。変態も最近のことだからね、パッと思いつきでやり始めて、それから毎日やるようになりました。まあちょっとユーモア的なものが、チャンネルの中にあったらいいかなと思ってやり始めちゃって、そんな感じなんですね。トコトコさん、USJ さん、おはようございます。雨は少し落ち着いたようですね。最近ナイヤのテンションが高いですね。元気で可愛い。USJ さん、硬派なサーファーだったんですね。海を愛する真のサーファーかっこいいですね。昔はサーファーのファッションした丘サーファーがいっぱいいましたね。六本木とか渋谷にいっぱいいましたね。懐かしい。あ、丘サーファーって呼ばれてたよね。あ、みんな町なのに車にサーフボードを積んで走ったりとか、僕の友達もやってたよそれ。あ、ほら出てった、なんや出てきました。がっちり3点からジッパー示したんだけど、コツ分かっちゃったね。あいつ硬派なサーファー、硬派っていうのかな、なんか硬派っていうと突っ張りっていうイメージがあるよね。そういう点ではもうサーファーだったから、ナンパ系だったのかもしれないけど、でも彼女いなくてさ、俺あの時海ばっかり行ってるから休みの日全部海に行ってて、デートなんてする時間もったいないぐらい海好きだったから、彼女欲しいよとか言ってもお前無理だろうと友達から言われてた。まあそんなことやったら絶対できないと思うよつって、デートよりも海を取っちゃうからさ、デートできないもんね、したくても。自分の生活してて仕事しててサーフィンもしてて、その合間だけ会ってくれる女の子なんていないもんね普通ね。そんなバカな考え今から考えたら、いやいや当たり前だなと思います。カジカヨコさん、いつもありがとうございます。おはようございます。小倉残っててよかったですね。さすがに2回目の朝食はダメでしたね。少しでも太陽は出ればいいのですが、雨の予報ですね。雨続きすぎると足元が緩くなるので気をつけてくださいね。こちらも2日続き雨です。
昨日もお昼頃からかなり降り続いてますからね、ナイヤちゃんと楽しんでください。米返信は不要ですからね。優しい。ありがとうございます。はい、最近ハートマーク攻撃になってますね。これ皆さんの名前読んでるでしょ。枠乗りチャンネルのライブやってると皆さんのもうみんな知ってる名前、なんかこの輪ができてますよね。ああ、その僕のチャンネルもその輪の中に入れたっていうのでめっちゃ嬉しいです。仲良くしてください。吉津十二さん、変態になるとき頭振りすぎて頭が痛くなりそうです。いくつか変態パターンがあるようですね。私は何年も前によく3月にハワイに行ってましたが、これほどまでに豪雨になることはなかったです。最近の豪雨は不思議なくらいによく降りますね。そして災害にもつながってきますね。早いとこ、雨季が明けてくれることを願っています。ああ、それはもうラッキーですね。こういう時よくあります。ただ、喉元すぎると忘れてしまうって言ってみんな忘れてるだけで、でも思い出してみたら、カテゴリー3のハリケーンが来るから警戒してくださいっつっても停電になったりとか、水がスーパーからね、ペットボトルの水がスーパーからもう消えちゃったりなんていうの毎年のように僕怒ってるような記憶があるけどね、うん、だから今年が特にっていうことは僕の記憶ではないような気がするんだけど、でもよく降りますね。変態になるときね、こうやったら頭痛くなるね。我慢します。受け狙い好きなので。みんなが笑ってくれるんだなと思っちゃうとね、はめ外しますね。でも体には気をつけたいと思います。歳なので。中浜純子さん、USJ さん、おはようございます。伊丹も昨晩すごい雨と雷でした。とても怖かったです。伊丹って読むんだよね、これね。竜巻注意報も出てました。でも通り過ぎて今は止んでます。よかった。USJ さんゆっくりのんびりでいいですよ。忙しい時はきっとアーカイブで見ると思います。キアブって、キアベのことかな。キアブってチップにお使えるんですね。ゆらりハワイさんの動画で売ってるのも見ました。どんな匂いだろう。あ、そうなんですか。何を売ってたんだろう。木を売ってたのかな、それともキアベ、フレーバーの何かを売ってたのかな、僕見てないからわからないや。ああ、どんな匂いだろうってね、もうバーベキュー。燻製味って、燻製味です。燻製味。燻製味わかるかな、バーベキュー味のポテトチップあるでしょ、あんな、ちょっと、ってやるとあんな匂いがしてます。ハワイにはね、キアベ味のキアベバーベキュー味のポテトチップって僕見たことあるよ。食べたことないかな。うん。そのぐらいキアベっていうのはバーベキューに適した匂いだと思います。日本だったらね、桜の木のチップが売ってるでしょ。桜のスモーク、桜の木を使ったスモーク味みたいのがあるけど、まあそんな感じなのかもしれない。僕は桜を使ったことがないのでね。わからないです。うん。チップに使ってます。僕はもう、そこら辺、キアベ釣りいっぱいあるので、ここら辺も行ったら、パークでもどこでも、落ちた木を拾ってきて、ここで、それチップにして、それスモークにしてます。はい。そして、ナイヤ連れてドライブ行った時の、ナイヤチャンネルのコメントです。皆さん、コメントいつも本当にありがとうございます。雨が長かったので、パッとこう青空になった瞬間に、ちょっと外行こうぜって言ってドライブしました。風が吹いてたけどね、ドライブならいいかなと思って、車の中だし。あけさん、テレビの中のナイヤちゃんと一緒にバーチャルドライブ、お天気が良くて、雨の後かな、緑が綺麗に見えます。ブーゲンビリアのピンクの花の色が鮮やかです。ナイヤちゃんはドライブが大好きなんですね。窓の外の景色を一生懸命に目で追っているのがわかります。本当に可愛くてお利口なナイヤちゃんといつも一緒にいるユージエさんは幸せですよ。
いや本当に幸せだよな。ワクさんのライブ、あ、ワクさんのライブを見てからコメントしてくれたんだな。2時間前になってる。お疲れ様でした。楽しかったですね。楽しかった。もう盛り上がってるね、ワクさんね。うん、ブーゲンビリアのピンク綺麗だった。あそこのところね、あそこの今でも覚えてる、あそこの道。うん、僕はねちょっと編集の時にナイアが映ってる時だけをこの映像にしてるんだけど、じーっとしてる時もあります。ドライブしてる時景色があんまり変わらないところはじーっとしてる。小道みたいなところ入ってね、景色がどん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 変わるところだと結構ずーっと外見てますナイア。なので、例えで言うとフリーウェイ乗ってフリーウェイずーっと走ってるでしょ。外あんまり見ないですね。じーっとじーっとしてます後ろのところで。ただナイアチャンネルなので僕はまあナイア見せたいし自分も見たいし、景色優先じゃなくてナイア優先で作っちゃってますね。トコトコさん、ナイアアロハ。今日もたくさんドライブしたね。おとなしくてお利口さん。青い空と入道雲と山の緑のコントラストが綺麗。西大江府ののどかな風景を一緒に楽しませていただきました。ありがとうございます。吉津12さん、私の経験からいくと犬は車に乗るとおとなしくしていません。でもナイアは後部座席でおとなしく外を見ていて、偉いですね。あ、そうなんですかね。ナイアは全然うるさくないかな。しつけたらずっと後ろにいますね。しつける前は運転席に乗ってきて、ね、僕がドライブしててもここら辺にいたの。でもやっぱり危ないかなと思って公道を走るわけだしね。なのでしつけてこっち来たら怒ってたらもう全然来ることなくなりました。偉いね、ナイアね。賢いですね。親若です。トントンさん、ナイアチンの目線の景色、一緒に見てたらドライブしている気分になりました。天気がいいですね。今日こちら大雨でしたが、雨が止んだ後珍しく虹が出ました。あ、皆さん虹見たっていうね。虹の方向に見えたと思いますよ。 TF さん、アロハ。こちらにもコメントさせていただきます。ありがとうございます。ナイアちゃんはおとなしく車に乗っているのですね。うちでも犬を飼っているんですが、オスのトイプードルです。あ、トイプードルも可愛いよね。うちの犬は秋あらば運転席に来ようとします。最終的に怒られてしょげています。本当におとなしく景色を眺めていますね。お利口さんです。あー、うちもそうでした。何も言わないとね、全然来てたんだけど今はそういうことなくなりました。ハワイコーさん、雨が上がりのドライブだったんですね。カントリーロードですね。窓を開けてドライブすることもあるのですか。窓を開けてあげるとコウのお花はピクピクしてました。ナイアちゃんもそうかなって思いながら見てました。また見るワン。ナイアチャンネル PS、 ナイアチャンネルのアイコンもしかして変わり、アイコン、アイコンって、あ、変わりました変わりました。この丸いやつのことアイコンって言うんですね。勉強になります。アイコン変わりました。もっともっといい写真ができたら変えていきたいと思いますけど、なかなか最初見つからなかったのでね、あ、もうこれでいいかなーなんつってナイアの顔をポンって出したんだけど、窓を開けるの、ナイア乗るときは最近もう、窓閉めてます。開けるとね、風を受けるでしょう。涙、ナイアの目がどん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 涙目になってきちゃうんだよね。それかわいそうかなと思って、はい、開けてあげても可愛いんだけどね。窓から顔出してこうやって乗り出してくる犬も可愛いんだけど、やっぱり涙目がちょっと気になるかなと思って今はやってないです。中浜純子さん、ナイアチンは静かに外を見ているのですね。場所も分かっている気がします。賢いもの。ありがとうございます。こんな感じかな。皆さんいつもありがとうございます。コメント。
なんや、うるせえぞお前。うるさいっつってんだよ。ああ、びちょびちょ、ないや。ないや、びちょびちょです。外雨降ってるんだけど、外が好きなんだね、犬は。分かったよ。思ったよ。そして、皆さんに、ハートマーク。あとね、親父ハワイの方にもね、コメントしてくれた方がいました。マクアビーチ行った時の、西オアフの秘境っていうやつの動画で、カゾーヤイレブン、カゾーヤイレブン。こんにちは、行ったことのない道を進むドキドキ感、綺麗な景色を見て、いろんなことを想像しながら楽しませていただきました。西オアフのファンになりました。ありがとうございます。うん、またね、ノースショアにもワイキキにもない景色なので、うん、どんどん僕が知ってる西オアフをね、紹介していきたいと思います。メイプルメディアさん、 UJ さん、アロハ。素敵な景色ありがとうございます。ナイヤちゃんとドライブ、そして海いいですね。奥様はいつもお留守番ですか？西オアフはワイキキやハレイワやカウイルア方面と違って時間がゆっくり回ってる感じがします。 UJ さんの動画を見ていたら西オアフに興味が出てきました。今度行ってみたいです。ぜひぜひ。めんどくさくない人でしたらね、そんなにね、この観光してないので、目玉スポットっていうのがないので、ただこの景色を見るだけでここまで来るっていうのは億劫だっていう人がいるかもしれない。ここに来たら美味しいものが食べれるとかね。そういう目玉のスポットがないからね。まあ観光化されてないからね。そういうのが好きな人だったら来てもらいたいんだけど、がっかりされるのもね、僕も嫌なので。でも興味ある人いたら来てほしいですね。はい。太郎か、カゾオ、タロカゾオでいいのかな。ありがとうございます。ものすごいワイルドな道、草むらをかき分けての案内ありがとうございます。それにしても綺麗な白砂のビーチですね。今まで何度もオアフ島には行きましたが、知らない西オアフを堪能させていただき、目から鱗です。西オアフに知り合いができた気分で毎回癒されてます。ありがとうございます。中浜純子さんは、綺麗な海、雨が静まったらこんなに綺麗なんだね。ナイヤちゃんが、夢先案内人、川大丈夫でしたか？ UJ さんもナイヤちゃんも素晴らしい景色をありがとう。あの炎のペインティングは覚えがあるのだけど、枠さん連れて行ってましたよね。あんな風に描けたらいいな。あのペイントね、ほんとリアルだよね。なんでこんな知らない時にあんなすごいのがあるんだ、なんていう感じで。知る人ぞ知る、知らない人は知らない、そんな秘境です。皆さん本当にコメントありがとうございます。感謝。そしてね、失敗したなって思うことは、昨日のね USJ 劇場の動画最後のやつ、あれやっぱりああいうとこで喋るもんじゃないのかなって今思ったんだけど、まあ削除しないで残しておきますけど、ここで一応ああいうのはやっぱり良くないなと思いましたので、この場を借りて謝ります。でも削除しませんけど、すいません、もう。朝っぱらからね、あんなこと言うもんじゃないのかな、なんて、一般常識では。本当にね、常識がね、あんまり通じない、常識のない人間なので、ただ、悪評が多かったら、すぐ下げます。はい。そして、この動画を、アップする夜にあげると思うんだけど、この間ほら、マクアの秘境ですって言った動画あるでしょ。あの時撮ったドローンの映像が、あれの他にもあったんですね。なので、まあ今雨でね、外出ていけないので、それをまた編集し直しているので、ドローンオンリーの動画を編集してアップするので、
動画がね、ダブってるやつがあります。あれ、これ見たやつなんじゃないのって思われるかもしれないんだけど、ダブってます。ただ、ダブってない映像もいっぱいあるので、綺麗だからね、楽しめるんじゃないかな。とにかく、ドローンの動画を上げるつもりです。もう完成して、もうアップするだけになってますので、よろしくお願いします。それでは皆さん、今日も、いってらっしゃい。アフィゴー。